皆さんこんにちは、2日目レース1が終わりました。最終的に7番だったんですけど、まあ、ずっとちょっと集団の中というかタイヤのセーブが難しい状態だったんで、最後何周かはもうすごい苦労したんですけど、ある程度うまくできたのかなと思います。明日フロントローからなんで、頑張って走りたいと思います。